ここまでの所要時間は1時間59分です。運転お疲れ様でした。待てよ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 。よいしょ。待てよ。はちって。よいしょ。はい、ストップ。よし。あ、いや、いい気候だね。最高。よし。では、設営の方していきたいと思います。いやー、ドッグフリーはいいでしょう。半年ぶりぐらいかな。はい、今日は、ドームスクリーンタープ380よ、これを貼っていきたいと思います。場所が狭いからね、そんなに大きいの貼れないからね。ここは別に大きいの貼る必要ないし、ドッグサイトやから。で、8箇所、1、2、3、4、5、6、7、8、8箇所ペグを、仮止めしたんで、あとファスナーを開けて、で立ち上げていきたいと思います。でとりあえずリッジポール入れていきます。はい、とりあえず自立はしました。あとちょっと形整えてペグ打って、完成させたいと思います。ちょっと避難、おお、雨が降ってきた。結構降ってんでな。ちょっとまだ設営中やけど、ちょっと避難、雨で外ができひんから、とりあえず中からやってきます。うおー、もうやむとは思うねんけどな。えらい食ってんで、設営の時はやめてほしいよな。撤収の時も嫌やけど、撤収は慣れてる、雨いっつも雨やん。ほい、できた。見かけによらず広いよ。内装もちゃんとできたし、張り出しも大きくできたし、じゃないな、高くできたし、いいと思うよこれ。雨降っても今は弾いとるし、まあ皿やからね、しょうがないよね。嬉しいけど、ベンチレーションもあるし、3838でぴったしやったね。奥はやっぱりちょっと余る感じかな。さあ、それでは内装していきたいと思います。これいつも引いてんの、滑り止めね。ワンコがこれ滑るから、インナーシートだからいつも滑り止め置いてます。じゃないとめくれ上がってもえらいことになる。
よし、ちょっと大きすぎるテーブルを入れてるからだいぶ詰まったでしょ。これなら OK かな。でこいつらはこんな感じ。ちょっと休憩中。だいぶできてきましたよ。なかなか快適やね。間口が広いからすごい。やっぱり椅子持ってきたけど椅子に座らないのね。多分ここで焚き火すると思う。はい、できました。完成。よし、テーブル、どでかいテーブルが一つ。ベッドメイキング、一応椅子は持ってきたけど、ここから見るとこんな感じ。で珍しくクーラーボックスなんか持ってきたわ。2泊3日やからどうしてもね、普通のいつものバッククーラーバッグじゃったら無理かなと思って。で40リッターのあのロゴスの強点火クーラーバッグにしたら大きすぎて、うん、だからちっちゃいやつを持ってきましたけどね。これ釣り用で買ったやつやけど、ご飯ブランドでしようかな。今日はカレーを作って食べたいと思います。いや、いろいろ持ってきてんねんけど、サンマもあんねん。でも2泊3日やからまだまだ食べんとダメでしょ。一気に食べるわけにはいかないんで、とりあえず、今日はカレーとご飯にしていきたいと思います。のカレー作ろうと思ってカレーのルーを忘れてきた。肉じゃが。マジかよ、どうしよう、急遽変更やな。いや、玉ねぎ、人参、じゃがいも全部持ってきたのに、いや、カレーのルー忘れたわ。そしたらお湯が沸いたので、どう、これなにわの一口餃子、これ40個入ってるの。ほら、美味しそうくない？すっげえ。これちょっと焼きたいなと思ってるんですけども、カレー作れないからこれで今日は食べたいと思います。しょうがないな、これカレー用に買ってたこの美味しそうなこの肉、こんな普通に焼いて、クロススパイスで食べたいと思います。くそー、しょうがないね、はい、それではね、食べ物がちょっと変わりましたけど、餃子焼いていきたいと思います。このぐらいが限界みたいね。蓋にもよるから、そうね、これが限界かも。よし、あとは蒸し焼き。2回目は見栄えよくできたよ。あともう1回食わなかったね。一口やからちっちゃいからいいけどさ。
ま、できた。よし。はい。三回目。40個全部食べたよ。結構腹膨れるな、これ。ステーキ肉の切り落としみたいなやつやからな、これ。めっちゃいい肉やで。めっちゃいい肉っしょ。霜降りでカレー肉にしたらもったいないぐらいの肉なんやな。あ、これカレーに煮込んでトロトロにして食べたら美味しいねんな。美味しく焼けてきました。美味しそう。こんだけ残った。美味しいお肉なんやけどな、食べたいねんけどな、無理なので。味ついてないからね、これ味ついてないからね。ワンズにあのご褒美です。さあワンズもな食べたいやろうからな。よいしょっと、後ろで待っとるからな。特別やで、特別やで、うん、ラッシーおいで、はい、ここおいで、はい、ここ。うわ、美味しそうな肉やでこれ。うわうわ、マジか。もうあと一個ずつで何としないの。こんな肉ないで、あっという間になくなるな。はい、以上終わり。はい、完食。はい、おしまい。よかったね。美味しい肉食べれたね。全然違ったよ、味。ステーキ肉やぞ、それ。その和牛の。な、美味しかったろ。後でご飯食べれるから。これ、おやつやからね。もうちょっと待っててね。はい、はい、それではご飯タイム。はい、ここ。はい、ラッシー。あ、見て、今日は離れてるから。今日はトッピングがあるからよかったね。めちゃめちゃやん。おにゅうのワンズは疲れて夢の中。ちょうどよいよい。で、私はライブの段取り、そこにつけたけど、どうやろう。ウィングポールのところに、これでだいぶできそうかな。カレーできひんかった。結局肉そのまま食べましたわ。せっかくカレー作ろう思ったのに。はい、こんばんはです。お疲れ様です。寒くないですよ。ね、寒くないでしょ。せっかくいい肉持ってきたのに。はい、こんばんはです。お疲れ様。焚き火をしながらって、焚き火を見ながらってやろうと思ってんけど、煙いな、煙
いぶされてる感じなので、ちょっとこっち振りますわ。ちょっともうちょっと向こう行ってくれへんかな。ここここここすごいだもん、マンタ。こっち来とき。ちょっと下がって。お疲れです。あの、責任者は責任を取るためにいてるから。そう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 。だから、あの、文句言われたりなんかしたら私が出ていくみたいな感じですね。はい、はい、ライブも終わったので、そろそろ寝たいと思います。何時かな。もうええ時間やで。よいしょ。13度。まだ全然寒くはないですけどね。さあ、そしたら、あれ、ここは、ここ、おいで。なんでそこに行ってんの？って、ほら、中入って。はい、それでは、寝たいと思います。今日はお疲れ様でした。はい、おはようございます。ただいま、9時8分、15度。何度まで下がったんかな？そんなに寒くなかったけどな。11度、12度やね。犬がおるとちょっとあったかい。それでも私半袖やがね、今。半袖。よいしょ。はい、とりあえずフェザースティック完成。さあ、ここ、あとここに火落ちすれば、火はつきます。ついた。もう消えることはない。はい、オッケー。ちょっとご飯炊き中。これでご飯が出来上がったと思うので、ちょっと見てみようか。いいよ。よし、あとは蒸らしたら出来上がる。 OK、 これで出来上がりと。次、ベーコンエッグね。
それでは蓋オープン。なあ、これあとどうやって中に、ヘラがないねんね。よし、ほい、3万いくよー。よいしょ、で、OK、でこれで、ご飯とで焼けたら食べたいと思います。よし、ひっくり返そう。お、いい感じ、おいしそう、めっちゃうまそう、ええ色に焼けとる。よしよし、いい感じや。見栄えの良くない朝ごはん完成。よし、できたよ。ご飯もできたし、いただきます。うん、おいしい。見てこれ、おいしくなさそう、でもおいしいんだよ。うん、おいしい。休憩、朝から走りまくっとったからな。さあ、じゃあ食べたいと思います。サンマの蓋も1個。うん、美味しかった。もう白樺の材料がないからしょうがないんですけどね。これティースプーンね、これでちょっとティースプーンを作りたいと思います。もうこんな材料しかないもんって買いましたよ、白樺。明日か明後日には到着する予定。こんな丸太、こんな丸太、めっちゃ嬉しい、手に入ったよ、やっと。さあ、そしたらこれ潰していこう。節がこことここにあるから2つに割って、2つ、何、2本作れるよね。まだみんな欲しいって言うでしょ。なのでちょっと作っとこうかなと思います。今日ナタを持ってきたんやけど、なんでか知らんけど、なんて間違ったんかわからんねんけど、両刃を持ってきたのね。使えねえって感じ。なんで両刃持ってくるかな。両刃なんか使われへんちゅうねんな。ほら、これで2本取れるっしょ。これで作っていきたいと思います。もう使いにくい。見てこの滑り方、ひどいやろ。全然切り込んでいかへん。巻き割るにはいいけどね、両刃は最低。こう真っ二つにするのはいいけど、無理、もう滑って滑って全然刃が入っていかへん。なんぼ研いでも一緒。こんなのよじれてるな。でもこれをまっすぐにしたいんやけど、まっすぐにしたら気取り取れるとこが少なくなるよな。ダメ、ここ割れたわ、割れてるわ。私のせいでも何でもないけど、アウト。せっかく削ったのにも。これにかけるしかねえな、最低。ここまでやったのに割れてる。見える？ここ。ここからズバーってここまで。
もうできると思ったのにな。